トギモチセカンドです。今日はね、韓国に帰ってくる前に飛行機乗る前、搭乗前ですねにお土産をいろいろ買ったんでちょっと紹介しようかなと。っていうのもこのお土産ね、毎回さ、ママ友とかなんかこう帰ってきたら決まってこう会う、集まるメンバーがいくつかあるんですけど、韓国でね、そのメンバーに日本人の子たちも多かったり、他の国、だから韓国とか日本じゃない、香港とか台湾とか他の国の友達も結構いるので、その子たちにね、日本のお土産を買うっていう意味で、やっぱりさ、こっちに住んでる日本人も日本のお土産もらうと嬉しいんですよ。やっぱり日本のもの食べたくなるからね。っていうので、ちょっと地元のものと、私香川が地元なんですけど、言ったら四国4県は私が育った地元ですって、地元広すぎるけどねって思うから、仲間みたいな感じが私の中ではあって、だからちょっと四国県内のものを買ってみました。で、これさ、袋はさ、私の大好きなこのお菓子のやつなんだけど、これめちゃくちゃ美味しいね。ちょっとこれまた別で紹介します。ここで買ってたんだけど、これはまた別で話したいから。で、この3つを今回買ってきたんですけど、まず、これいこうか。もうね、本当に昔からの、四国の愛媛県のお菓子なんですけど、坊ちゃん団子、本当にもう愛媛のね、お菓子、お土産の定番っていうぐらい定番。で、坊ちゃん団子。やっぱりこの、ここに書いてるんですけど、夏目漱石さんが有名なんですけどね、ゆかりの地なんで愛媛は、夏目漱石ゆかりの坊ちゃん団子ということで、はい、こちらなんかパッケージ変わった、こんな絵あったっけ、なんかこの雰囲気の絵はね昔から変わってないけど、なんかこんな、なんかちょっとシュッパチャブじゃないけど、この団子のこういうこだわったこういうあったんかな、同じだよね、こうやって見たら同じなんだけど、じっくりこう見たらこんなだったっけみたいな。ほら、夏目漱石の坊ちゃんですよ、有名な。なんだっけ、国語の授業で出てきたかな。でも私なんか直接坊ちゃんの小説を読んだ記憶がないからさ、あんまり内容分かってないんですけど、でも坊ちゃん団子はめちゃくちゃ好き。私本当に これ私香川県民なんですけど、ちょっとこれ言うの申し訳ないんだけど、四国県内で一番好きなお土産のお菓子どれですかって言ったら、私坊ちゃん団子言っちゃうかも。それぐらいマジで好き。なんかさ、この記者の絵が載ってるの、これやっぱり坊ちゃんのあのね、話の中で出てくるやつ、坊ちゃん、あ、書いてんじゃん、夏目漱石作の坊ちゃん。あ、これ一部どっかのシーンなのかな。4日目の晩に隅田というところへ行って団子を食った。あれか、温泉のある町で城下から汽車だと10分。あれ、あ、これってさ、でも愛媛だからあれかな、道後温泉のあたりってことかな。料理屋も温泉宿も公園もある上に遊郭がある。いや、だからさ、私ロシア文学が好きで、ロシア文学って結構いくつか読んでるんだけど、日本文学の本って意外とほとんど読んでないかもしれない。ちゃんと読むと面白いんだよね。ちょっと大人になってからさ、そういう興味って出るじゃないですか。子供の頃意外と読まなくても、ちょっと読んでみたいよね。こういうのちらっと読んじゃうと。はい、愛媛の松山名物坊ちゃん団子です。これ数足りてる？あ、でね、私さっきの話めっちゃ飛んでるわ。お土産をね、日本から買ってくるので、ママ友たちの集まりはこれにしようかなと思って。これっていうのも一人一個ずつなんか買ってもいいんだけど、いろいろ食べてほしいなって思うから、他のね、ママ友もそうす、結構日本ママ友もそうするんですけど、いろんなお菓子を買って、それをちょこちょここう袋にね詰め合わせて、こうお菓子セットみたいな感じで開けるみたいなのをよくみんなしてて、私もちょっとそれを真似して最近やってるんですけど、なんでこの3つ買ったんですよ。で、これ以外にも他も組み合わせるんですけど、ちょっと待って、今回集まるママ友何人いる？4人だよね、多くて。一旦1個食べるには問題なさそうはい、食べてみます言ったって、もう食べてみますもないよ。昔からもう何百回食べてるかっていうぐらいめっちゃ食べてる。愛媛行かなくても、四国ってさ、どの県のやつもお土産コーナー行くと全部あるんですよ。どの県もそう、四国はもう全部置いてるんですよ。でね、これすごいのが、ちょっともう食べちゃいますよ。中にお餅入ってるんですよ。もう美味しい、マジで美味しい、もう優勝だよ、坊ちゃん団子も優勝もうさ、何の大会で優勝とかも分かんないけど全部に優勝。美味しい。周りを囲んでるこのあんなんですけど、このあんがなんとも言えん、
説明できんけどめちゃくちゃ美味しい。これは食べなきゃダメだよ、四国来て。ちょっとじゃあ一旦香川置いといて、こっちまた、こっちもごめんなさい、あのね、こっちも愛媛、もう私愛媛すごい好きなのかな。でも意外と子供の頃から一番旅行行ってるのは高知なんですよ。なのに高知のお菓子今日買ってないっけね。いや高知あったんだけど、いろいろとね、もちろん徳島だっておすすめしたいお菓子はいっぱいあるけど、なんかね私好きなの愛媛多いの、お菓子は。お土産系はね、とこっちも開けてみます。あ、開ける前にこれ、これねポエムです。もうね四国住んでる人みんなポエムって聞くと、おポエムみたいな感じでわかると思う。もうそれぐらいポエムって昔から馴染みがあるんですけど、これね期間限定の焼き芋バージョン出てたから、あ買おうと思って。もうねポエム定番すぎて逆に買わなくってさ、なんか日常でいつでもあるよね感がありすぎて、スーパーとか行ってもあるもんポエム。だからこういうね、でもポエムすごいところがね、これ今回もナルト金時のアンノン芋のバージョンなんだけど、ポエムってさ、この期間限定の商品の入れ替わりめっちゃ早いんですよ。で次から次へと、今さ、今もね焼き芋の他にも他の味いろいろ出てて、でポエムの進化系みたいな、生ポエムとか、なんか前動画で紹介した気がするんだけど、なんか結構ねポエム攻めてるんですよ。なんかポエムの会社さんに話聞きたいぐらいめっちゃ早いなと思って、この開発と、あとデザインとかもすごい可愛いしおしゃれな感じ。えポエムさんすごいなって、私結構ポエムさんの会社をリスペクトしてるとこがあって、お土産屋行くとねやっぱり、わここの企業というかこのメーカーすごい頑張ってるなとか、いろいろとあって、いや本当はね畑田さんとかも好きで、畑田さんも買おうと思ったんだけど、畑田さんこの前あげちゃったからさ、友達に被るなと思いつつ、でも畑田さんも結構ね味の切り替わり今すごい、なんかゴディバとかなんだっけ、あのキャラメルのあれグリコキャラメルなんかともコラボしてたんだよね。なんかコラボ入れてくるのもまたすごいなって思ったり、もうほんと尊敬するメーカー多いよ。はい、ということでポエムの焼き芋です。期間限定だから食べたい方急いだ方がいいです。どうぞ。いつもと違う、いや見た目は一緒かな、あれちょっと待って、色違うよね、こんなに茶色かったっけ、焼き芋色になってんのかな。うん、もうここまで持ってきた瞬間にめっちゃ芋の匂いがした。うん、おいしい。芋言ったけどしっかり焼き芋だ、焼き芋。うん、いや焼き芋味も美味しいけど、そもそものポエムがめっちゃ美味しい。私好きな系統のお菓子っていうか饅頭があって、何ていうかな、福岡だと通りもいつも分かんないですけど、ああいう系のお菓子好きなんですよ。中のあんがしっかりとろっとしてつつ、黄身あんの味の濃厚さもあって、で外がこのねしっとり強めのパサッとしてないやつが好きなんですよ。ポエムさんは美味しい。はい、でラストなんですけど、やっと私の地元香川ですよ。でもね香川だけちょっと毛色が違うんですけど、これあのだから香川で有名な昔からあるお菓子っていっぱいあるんですけど、いっぱいありすぎて定番すぎて私の中ではもう日常のお菓子になってて、お土産感がなくって、なんでちょっと今回面白めのやつ買ってみた。うどん日和、さぬきうどん日和のショコラサンドクッキーで、これねちょっとこのパッケージは分かんないな、なんかうどんのパッケージ、うどん買ったのかと思われそうだけど違うんですよ。あのね、あここに書いてる、ピランとめくったらこんな感じでうどんのプリントがされてるんですよ。でめっちゃ可愛いと思って、これはどっちかというと美味しさというよりは見た目の可愛さ重視で買ってみた。まあやっぱりママ友だからさ、持って帰った時に子供に見せて喜ぶものも一個いるかなと思って。でほらほらめっちゃ可愛いよこれ、じゃじゃーん、うわーもうほんと可愛いね。このプリントが可愛くなってね、これ面白いんですよ。なんか一個一個うどんの種類になって、これきつねうどんで、ね、こっち釜玉で、こっちぶっかけうどん、待って何種類あるん、3種類かな、3種類だな。めっちゃ可愛くないですかこれ。しかもこれ面白いのが、よく見てもらったら分かるんですけど、ここに点線がありますよね、外に。これ切り抜けるというかくり抜けるんですよ、パキッパキッって割って。だからこれもすごい可愛いなと思って、はい買ってみました。なんか子供がこうパキパキ周りを取って切り抜くくり抜くの面白いかなと思って、まあ言ったって大体あげたら丁寧にお母さんたちが食べると思うけどね。まあちょっとこれをちょっとママ友にね袋詰めにして、これとかこれとか、あと他にも買ってるんでちょっと合わせてプレゼントしようかなと思ってます。今日はね謎に韓国じゃないもの、まあセカンドなんで自由なんでね、毎回いろんなものやってるんですけど、せっかく買ったからちょっと私の好きなものばっかりが紹介するかと思って今日させていただきました。であのねちょっと面白かったのが私高松空港から今回乗ったんですけど、高松空港でお土産さんでお土産買って
って、で、あ、お土産買うとき気をつけてね、うどんのタレとか買っちゃうとさ、もう荷物下でチェックインで送った後じゃないですか、預け荷物。そしたらさ、手荷物になっちゃうから、手荷物でそこで間違えてうどんのタレとか買って没収されちゃう人何人かいたんですよ。マジでこれね、結構落とし穴で、普段旅行行く人も分かってると思うけど、たまに間違えちゃうんですよ。私も一回やっちゃったことあって、しっかりね、ポン酢みたいなやつ限定の、面白いなこれと思ってなんか買っちゃって、手荷物検査の時にやっぱもう完全に液体やんみたいなよくあるんで、本当にね、知ってても忘れがちでちょっとやっちゃう時あると思うんで気をつけてください。はい、で、手荷物検査終わって中入ってからゲートの前で待ってた時に、ゲートの中にも中のお土産コーナーがあるんですよ。で、そこでね、ちょっと見てたら、畑田さんのおんくりタルト、私何回も今まで動画です、特にセカンドで美味しい美味しいって紹介したと思うんですけど、それが売られてて、パッて下見たら私の顔乗ってんのえと思って見たら、私が以前動画でもセカンドとかでも紹介してたから、私なんか YouTuber に紹介されましたよ的な感じで、私の写真でその紹介してる画像とともにスクリーンショットかなんかの写真とともになんかこう紹介されこんな感じになっててめっちゃはずい、私乗ってるやんと思って、でもちょっと嬉しかったです。なんかこういうのってさ、やっぱり乗せてもらうと嬉しいじゃないですか。もちろんね、連絡くれてたらもっと嬉しいんですけど、知りたいしね、個人的にも。でもなんかたまたま見つけて、あ、私乗ってる、使ってくれてる、嬉しいなって、ちょっと心が温かくなりました。高松久子さん、ありがとうございます。他のもいっぱい載せてください、私使ってくださいはい、っていう感じなんですね。で、ちょっとプチ情報なんですけど、畑田の栗タルトさ、今までバラ売りってなかったと思う、あったんかな、なんか分からんけど、私の中であんまりバラ売りしてるイメージがなくって、で、お土産コーナー行ったら、ゲートの中の方じゃなくって、外の、高松空港の外のカウンターのとこ、どこだっけ、どこか忘れちゃった。なんかバラ売り売ってたんですよ。1個130円。ちょっとまあ割高にはなるんですけど、1個あたりが多分なるよね。よく値段見てなかったけど、1個あたりが130円か。そのぐらいだった。で、バラ売り売ってるんだけど、私がびっくりしたのね、普通に畑田の栗タルトのバラ売りよりも、そのオンクリタルトのバラ売りがあったんですよ。すごくない？オンクリタルトって栗が丸ごと入ってるやつなんですけど、それのバラ売り売ってたから、これ今まであったっけと思って、よかったらオンクリタルトね、もしちょっと味見したいなって方はバラ売りで売ってるとこあるので、ぜひ買ってみるといいと思います。はい、という感じで、私の地元ネタばっかりの話になっちゃうんですけど、もうまたね、韓国日本のお土産買ってきて、地元の名義あったりおすすめあったら紹介したいと思います。以上、私の、韓国在住のママ友に買ってきた、地元のお土産でした。